ルが アイコンタクトって、結構もうポピュラーな単語になっているから知っている人も多いと思うんですけど、クラウンのアイコンタクトはちょっと違う。アイコンタクトって相手の目を見るっていうことだけれども、クラウンの場合は見ておしまいではない、見て何かがあって完結するのがクラウンのアイコンタクトです。何かがあっては聞きに来てください。辞書の中にある言葉の中でダブルテイクという言葉があります。ダブルテイク、ダブルでテイク、テイクという単語も入っています。テイクというのは、クラウン用語で言うと見ることを意味しますけれど、ダブルテイクということはダブルで見るということです。日本語で近い言葉の中には二度見というのがありますが、クラウンの場合はダブルから始まってダブルで終わりません。楽しそうでしょ。聞きに来てください。そして3つ目、辞書の中にある言葉の中で意外な言葉があります。ラクダ、違う、キリンです。キリン、クラウニング用語です。さあ何でしょう。聞きに来てください。